What's going on guys? ダンクマンヨシです。というわけで今回は最近レイカーズに加入したあのカーメル・アンソニーが衝撃の過去を告白したということで今回はこの辺を中心に見ていきたいと思います。今回のキーワードはタラレバということで皆さんもね、おそらくたまに自分の過去を思い出して、ああ、あの時もしこうやってたら、今の人生違っていたのかなとか考えますよね。そして最近の NBA でもね、ルカ・ドンチッチがどんどん頭角を現してきてますが、彼は結局ドラフト3位でホークスから選ばれて、その後マーベリックスに5位で指名されたトレイ・ヤングとトレードされましたが、もしもあの時ホークスがトレードしなかったら、もしもこの時1位指名権を持っていたサンズ、もしくは2位指名権を持っていたキングスが、ルカを指名していたらどうなっていたかとか、そしてそういった意味では2003年のドラフトもそういったタラレバが満載で当時2003年のドラフトにおいて1位指名権を持っていたのはクリブランドキャバリアーズ彼らはもちろんこの時スーパー高校生だったレブロン・ジェームスを指名そしてドラフトの2位指名権を持っていたのがデトロイト・ピストンズで当時のピストンズはと言いますとかなり来ていた感じであの時はチャンシー・ビラプスとか、ベン・ウォーレスとか、リチャード・ハミルトンとか、ラシード・ウォーレスとか、ティン・ション・プリンスとか、めちゃめちゃキャラが濃くて、そして強かったんですが、そのシーズン彼らは優勝したんですよね。そしてこの時彼らが2位指名権を使って取った選手が、ダーコ・ミリチッチ。果たして今この名前を聞いて分かる人がどれぐらいいるのか。ですが当時それほど彼の評価は高くて、そしてこの後の3位指名でカーメル・アンソニー、4位がクリス・ボッシュで5位があのドウェイン・ウェイドと、とてもレベルが高いドラフトでした。だから余計に、どうして当時ピストンズはこれらのカーメル・アンソニー、クリス・ボッシュ、ドゥエン・ウェイドを取らずにこのダーコ・ミリチッチを取ったのかというわけで今回この件についてカーメル・アンソニーがオーダースモークというポッドキャストで様々なことを告白してくれて当時ピストンズとしては本当はメロを2位指名で行くと約束をしていたそうですそして当時の状況についてメロはこのように語っておりもしも自分がピストンズにドラフトされていたら連覇ができていたと思う。3連覇とは言わないが、もしも自分が行っていたら連続で優勝はできていた。そして当時のピストンズはたくさんのベテランがいたから、自分も彼らからたくさんのことを学ぶことができて、その次のシーズンからは全く違うタイプの選手になっていたはずだ。あの出来事は本当に自分のキャリアのコースを変えた。今日の今までいつもこのことについて考えている。っていうのはピストンズは自分を取ると約束してくれたから、絶対にカーメル・アンソニーを取ってくれると、ドラフト当日まで行ってくれていたんだ。だから自分の心の中では、てっきりピストンズに行くものかと思っていた。と、このようにカーメル・アンソニーは話していました。そしてまあ結果としてはね、あのままピストンズは優勝して、この彼の代わりに指名されたダーコ・ミリチッチは優勝リングをゲット。ですが、その後18年間、カーメル・アンソニーは一度も優勝することができずに、ここに来て当時1位指名されたレブロン・ジェームスに加わったと。そしてここからはタラレバを考察していきたいんですが、もしもカーメル・アンソニーが当時2位指名でピストンズに入っていたらどうなっていたのか、果たしてピストンズはもっと強くなっていたのか、そしてカーメル・アンソニーも別のタイプの選手になっていたのか、そしてまあピストンズとしては当時カーメル・アンソニーどころか、ダーコ・ミリチッチの代わりにクリス・ボッシュもしくはドゥエン・ウェイドも取ることができていて、もうこうなってくると様々なシナリオが考察できますよね。ですが、おそらく仮にダーコ・ミリチッチが当時いなくても、カーメル・アンソニーはこの時クリス・ボッシュやドゥエン・ウェイドよりも評価は高かったから、レブロンの次に選ばれることは確実やったかと思います。っていうのはこのドラフトのちょっと前の NCAA のトーナメントでもカーメル・アンソニーは大活躍で当時大学1年生ながらシラキュース大学をチャンピオンへ導いて自分も当時その NBA の雑誌とか読んでて人によっては当時レブロンよりも彼のことをもっと評価していたのを覚えてます。そしてもう一つ面白いことが、このドラフト2位で指名されたダーコ・ミリチッチ。当時彼は17歳だったんですが、当時のドラフトルールがちょっとまだ違ってて、17歳の選手でもドラフトエントリーできていたと。だからもしもこのルールが当時違っていたら、ダーコ・ミリチッチがこの時にドラフトされることもなかったと。ではどうして当時のピストンズはそこまでミリチッチのことを評価したのか。彼はセルビア出身の7フット、身長が2メートル10センチ以上あって、当時ね、彼のワークアウトを公開していたそうなんですが、この時にたまたまピストンズのスカウトがいて、そのミリチッチが身長は大きいけど、シュートレンジが素晴らしかったこと、爆発力も高くて、フットワークも良かった。当時彼のことを100年に1人の逸材だという人もいたそうです。よってピストンズは思い切って彼のドラフト指名に踏み切ったわけですが、次は当時のピストンズのロスターを少し見ていきましょう。
2002年のオフシーズンにフリーエージェントでチャンシー・ビラプスが入ってきて、そしてトレードでリチャード・ハミルトンを獲得。これによってイースト最強のバックコートが完成したわけで、そしてその少し前の2000年にはグラント・ヒルのトレードでベン・ウォーレスを獲得。これがめちゃめちゃ大きかったですよね。そして2002年のドラフトではテイション・プリンスを獲得と。まあ2003年のドラフト前はピストンズはこんな感じでした。それではもしもこのピストンズにメロが入っていたらどうなっていたのか。まず一つはこのシーズンの途中、2004年の2月に彼らはトレードでラシード・ウォーレスをゲットしてるんですよね。果たしてメロがいたらこのラシード・ウォーレスを取ることはあったのか。まあそのポジションも被ってきますしね、取ってなかった可能性も全然ありますよね。そしてもしもメロが加わっていたらピストンズのケミストリーはどうなっていたのか。当時のピストンズはそのディフェンス重視のチームで、その反面カメラ・アンソニーはオフェンス大好き。つい最近も当時ナゲッツでヘッドコーチをしていたジョージ・カールがメロはオフェンスばっかりでディフェンスをやらなかったみたいなこと言ってましたが、果たしてこれがピストンズにどう影響していたのか。まあもちろんこのピストンズに入ったことによってメロが言ってるように彼のスタイルが変わっていた可能性もありますが、でももしかしたら逆にメロのキャラが強すぎるからチームのケミストリーが変わってて2004年に優勝できてなかった可能性もありますよね。もちろん逆にもっと強くなって優勝していた可能性もあるし、いやでもまあチームのディフェンススタイルにおいては変わっていた可能性が高かったかと思います。だからもっと深掘っていくと、当時ピストンズはダーコ・ミリチッチでもカメラ・アンソニーでもなくてドゥエン・ウェイドあたりがね、当時おそらく一番フィットしそうだった選手だったんじゃないかなと。でもまあこんなことを今更言ってても何も変わらないんですが、少なくとも NBA ファンにとっては想像が膨らむ話だと。自分もやっぱりこういったタラレバは意味がないと分かりつつもたまにやっちゃうんですよね。例えばこの骨折した腕なんか、当時疲れてて全然バスケをやるつもりなかったけど、どういうわけかその友達の誘いに乗って腕を大怪我して骨折して、未だにね腕が元に戻らない状態で、だから未だにこの時のことをフラッシュバックのように考えて、ああしていればよかったなみたいな、めちゃめちゃタラレバを回想するんですけど、これは多分自分だけではなくてみんな結構やるかと思います。だけど最初もちらっと言いましたが、こういうことをやっぱ考えてても何も意味がなくて、まあもちろん学ぶことはできるけど何も現実は変わらないし、だから自分最近こういう風に思ってて、このネガティブな過去の体験を何とかしてポジティブな方向に持っていこうと。例えば自分のケースだと、当時この腕を折った後に何日か入院していたんですが、もしこの出来事がなかったらこの時に他で運転しててもっとひどい大怪我を負っていた可能性があるとか。まあ超絶プラス思考ですよね。でもまあその過去の嫌だったことでたらればばかりを考えてネガティブな気持ちになるよりかはだいぶマシやと思うんで、そうすることで当時のそのできることなら消したかった過去を糧にして前に進んでいきやすくなるし、そして先ほども言いましたが経験値としてはね、かなりそのこれからの人生を生きていく上でプラスになったということで、例えばその短期間だったといえどたった片方の腕が使えないだけですごくね生活が不自由で大変で、その時その他で体の不自由な方の大変さや苦労が身に染みて分かったから、何やったらその出来事は自分がもっと上のレベルに行くために必要だったんだと自分はそう自分に言い聞かせています。じゃないともうそんなもんキリがないんで、この大怪我してめちゃめちゃ悲しんでても自分よりももっと大怪我もしくはもっと重い病気にかかってる人もこの世の中にはたくさんいるわけであって、くよくよしてる時間がもったいないとある時気づいたんですよね。まあちょっと最後は自分の話になってしまいましたが、皆さんは今回の動画を見てどう思いましたか？あなたの感想もコメント欄で教えてください。そして今回も楽しんでもらえたらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、てな感じで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。